午後の授業ってさ、どうしてこう眠いんだろうね。眠いことに医学的説明が必要かよ。話してもいいが、もっと眠くなるぞ。堪忍して。ほら、みーちゃんは委員長さんなんだから、もっと頑張らないと。寝ちゃダメだよ。私さ、クラス委員長じゃなくて、水泳部の部長がいいんだよ。いっぱい寝れるから。ほう？してその心は？水泳部なだけに、睡眠、グー。なんちゃって。お後がよろしいようで、今日はこれくらいにしましょう。院長、号令。起立。気をつけ。お疲れ様なのです。さあ、楽しい部活の時間ですのよ。よっしゃ、そうだね。今日は何をしようかね。ねえみーちゃん、今日は昨日のイベントの続きにはならないの？そうそう、そうですわ。あれだけ大盛り上がりして尻切れトンボでは納得がいきませんのよ。まあまあ、気持ちはわかるけど、またの機会にしようよ。放課後の教室なんてしみったれたロケーションじゃなくて、もっと晴れの舞台でさ。俺はいつでもいいけどな。決勝戦は後輩たちも立ち会わせる約束になってるんだ。あらかじめ日取りを決めてほしいぜ。いるんだね、いるんだね。レナにも応援してくれる人いないかな。手は抜けないけど、レナの優勝、俺が祈ってるぜ。レナ殺しの圭一なのです。でもそのレナはサトコやリカちゃんキラーなわけでしょ。確かにレナさんには勝てないかもしれませんけど、私たちは圭一さんには負けませんでしたよ。へえ、なんだか面白い相関図だな。俺たちの強さってじゃんけんみたいに相性があるわけだ。でもそれ、ミオンが抜けてるな。当たり前でしょ。私、相性なんか関係なく、誰にでも負けないし。
ーて、ぼちぼち始めようかね。うん。それでみーちゃん、今日は何をやるのかな、かな。今日はさ、ちょっとシンプルに言ってみようかね。大道具を使ったゲームばかりってのも大味で良くないでしょ。どんなゲームでもみんなでやれば大盛り上がりしますです。うん、そうだね、そうだね。私は楽しくないですわ、草むしりなんか。あ、やっぱりか。っていうかさとこ、人の表情を見て考えを読むのはやめろ。ケイチ君は顔に考えてることがすぐ出るからね。すぐわかっちゃうんだよ。説明するよ。今日のゲームは割とパーティーゲームでは知られてるやつなんだけどね、シンパシーって言うんだけど、聞いたことある人いる？それひょっとしてお題目を決めてみんなで連想する言葉を書いて、同じ答えを書いた人が多ければ多いほど得点っていうゲームかな。だったらレナ知ってるよ。知らないゲームでしたよ。説明してほしいですわね。まずね、親がお題目を決めるんだよ。例えば、デザートっていうお題目を決めたとする。さとこはデザートって言われたら、真っ先に何を思いつくかな？そうですわね。例えば、プリンとか。OK。だったらさとこは手元のメモに、プリンって書くわけ。で、全員で一斉の背で答えを公開し合う。で、プリンって書いた人が2人以上いれば得点。いればいるほど高得点だから、全員が同じ答えだったら最大5点入るわけ。つまり、みんなと同じ答えになるように考えるのがコツなのです。みー、さとこのために一回だけ練習をしてみましょうです。オッケー。親は部長である私でいいよね。お題目を何か適当に。じゃあ、一回だけ練習せんね。最初のお題目は、かき氷。
かき氷って言ったら決まってるよね。みんな書いた？じゃあ一斉に公開するよ。一斉のせ。いちごんとき。お前らいちごなんてスタンダードなつまんねえの選ぶだよな。おいレナ、かき氷でいちごなんか頼むかよ。夏祭りで一番早く売り切れるのはメロンって決まってるんだぜ。レナもメロン味は好きだよ。でもやっぱりいちご味だよね。よね。ケイちゃん、確かに私も選ぶならメロンにするよ。だけどね、これは連想ゲームだよ。かき氷って言ったらまず人はいちごでしょ。リカのはなんて書いてありますの？それかき氷ですの？宇治金時です。たまらない美味しさなのですよ。さとこ、これで大体わかったかな。いちごって書いた人は仲間が3人いるから3点獲得。この調子で点を競っていくわけ。わかりましたわ。それよりミオンさん、今日の罰ゲームは何にしますですの？やっぱりあるんだね。何かな。何にしようかね。ケイちゃん、何か提案ある？え、罰ゲーム？そうだな、小学校の頃罰ゲームってのがあったら、やっぱりあれだよな。そう、荷物持ちだ。つまり負けた人が全員の荷物を持たされて運ぶってやつでしょ。男子がよくやってるね。全身ランドセルだらけにして歩いてる小学生よく見るし。でもどうするの？さとこちゃんとりかちゃんのお家は私たちとは逆方向だよ。じゃあ1位の荷物をビリが家まで運んであげるでいいんじゃない？全員の荷物の宅配だと結構いい距離になっちゃうしね。それくらいならいいかもね。なんだか今日の罰ゲームは簡単ですわね。この程度の罰ゲームではケイチさんにやらせても面白くありませんわ。じゃあもうちょっとレベルアップしようかね。ただ荷物運びをするだけじゃなく、じゃーん、これを着て荷物運びをしてもらうというのはどうかな。なぜにメイド服？かわいいけど、そんなの嫌。でも、ケイチさんが負けた場合はどうしますの？ケイチさんに着れるサイズがなければ。そこは抜かりないよ。ケイちゃん用にちゃんと XL サイズも用意してあるもんね。さあケイちゃん、覚悟はいい？メイドコスさせて外を練り歩かせてあげるよ。カチューシャからガーターベルトにショーツまで全部揃ってるんだからね。絶対変だ。なんでそんなものがサイズごとに全部ロッカーに入ってるんだよ。
ねえ、やっぱり普通の荷物持ちにしようよ。ほら、ケイチくんも固まっちゃってるし。レナ、罰ゲームが何かが問題じゃない。勝てばいいのさ。そうだろう、みんな。お、ケイちゃん、分かってきたね。どんな罰ゲームでも恐れない。勝てばいいんだから。だよな、みんな。えい、えい。ああ、おいおい、レナ、これかなりのビッグチャンスだぜ。メイド服のリカちゃんはサトコをお持ち帰りできる史上最高最強のチャンスなんだぞ。決まったね。じゃあメモの用意。第1問いくよ。まず最初のお題目は夏休み。いい？いくよ。いっせーのーせ。たどりせりか。お、レナと私が同じ答えだね。よっしゃ、2点獲得。でも、さとこちゃんの花火ってのもいいよね。リカちゃんの蚊取り線香ってのも季語みたいでとってもいいと思うよ。どの答えも実に涼やかなのです。夏休みまでもうすぐだね。今年の夏はどうやって過ごすかな。ところで圭一さんの答えは何ですの？早く見せなさいでございますわ。あ、俺のは大した答えじゃ。ダメダメ、見せるのがルールなんだから。ほらほら。あ、やめろよ。見るな。
ケイチくんの夏休みって楽しくなかったんだね。大丈夫ですよ。今年の夏はみんなで過ごしましょうです。ケイチを一人ぼっちにはしませんですよ。ケイちゃんの夏休み、灰色だったんだね。うわー、そんな哀れみの目で俺を見るんじゃねえ。まあ、とにかく私とレナは2点獲得ね。続けていくよ。次は魚。じゃあいいか、みんな、今度は俺から公開するぜ。いっせーの、せい。そうだよね。お魚って、うん、お寿司は美味しいもんね。うわあ！そんな道場っぽく言うな！じゃあ残る全員も公開するよ。いっせーの！イルカ。クジラ。水族館。水族館。リカと同じ答えですわね。2点獲得ですわ。レナはクジラか。私も考えたんだけどね、イルカにしちゃった。あ、そうだったの。レナは最初イルカって書いたんだけど、誰も書かないかなって思って。どちらもとっても可愛いのですよ。これで全員2点獲得ですわね。ケイチさん以外。ケイチくんの答え0点だけど、レナはとっても独創的で面白いと思うな。思うな。魚と聞いて真っ先に食用に走るとは、ケイちゃん、心の貧しさを恥じた方がいいよ。うん。うわあ！心が貧しいとか言うなあ！だいたいミオンとレナの答えはなんだよ。魚類じゃないぞそれ、哺乳類だし。全会一致で却下。ほれ、次の問題いくよ。さて、次のお題目は桜。
みんな書けたかな？いくよ。圭一さん、今度くらい得点できないとやばいではございませんの。圭一くん、今度は自信たっぷりだね。レナね、今度は圭一くんと会うようにね、男の子の身になって考えたんだよ。桜餅。僕も大好きなのです。炊きましたですよ。うわー、今頃になって食い気を出すんじゃねえ。では圭一さんは私と同じではございませんこと？お花見ですのよ。そうだよね、桜って言ったらお花見しかないでしょ。私も書いたよ。お花見なんて酒盛りして地帯を晒す親父イベントの定番だろうが。なんで今頃になってあっさり女の子な答えを放棄するんだよ。じゃあ何？ケイちゃん、あんたどんな女の子の答えを書いたわけよ。なんでもないよ。次行こう。次。あ、口紅って書いてありますです。ささ、いや、そんな力説しなくてもよく知ってるよ。うん、知ってる知ってる。ケイちゃん、今確信したわ。ケイちゃんは骨の髄まで親父なんだよ。強制不能なくらい。いやー、なんでみんなそんな同情的な目で見るんだ。そんなことないよ、ケイチくん。さ、頑張ろう。ここから大逆転だよ。親父な圭一さんに逆転などありえませんわ。おとなしく今日の罰ゲームをお食らいなさいませ。
メイドさん衣装、カチューシャ、ガーターベルト付きで1位の人の荷物を運ぶのですよ。ノア！さあ、我が部の部員ならこの絶対不利を覆してごらん。さあさあ続けていくよ。あ、ケイチくんが嬉しそうだよ。なんでだろう、なんでだろう。きっと女装の喜びに目覚めちゃったんだよ。あ、ケイチくん、カチューシャ落ちそうだよ。直してあげるね。どうよ、ケイちゃん。本物の女の子の前で女の子の格好する快感に目覚めたりとかした？正直に言ってごらん。大丈夫。笑ったりしないから。うおー！てめえ！ぶっ殺す！男がエプロンドレスの着方を習って人生のどこで役に立つってんだよ。ケイちゃん、声大きい、声大きい。黙ってりゃ演劇のお稽古くらいでごまかせるんだから。そうだよ、大騒ぎしたら その個性的な趣味の人だって勘ぐられちゃうよ。でもケイちゃんってさ、お肌のキメ細かいよね。お化粧のノリがいいってよく言われない？メイドさんのカチューシャをつけた感想はどう？これぞまさに画竜転生。カチューシャこそがメイド衣装の真骨頂だもんね。何が画竜転生だ。バカこら、いじるな。ケイチくん照れてる。かわいい。そうそう、男の人ってフリフリとかって好きなんだよね。どうよ、それを自分で身につけてみた感想は。感想なんて別に、そんなバカやめろ。めくるな。キュッとするでしょ。歩くたびに足元スースーするの、ちゃんと感じてる？赤くなってる、赤くなってる。やっと気づいたかな。そう、今ケイちゃんは成人男子垂涎のメイドさんそのものなんだよ。メイドさんをギュッて抱きしめたいって思ったことない？ケイちゃんは今ね、そのメイドさんと一体化してるの、わかる？それはね、肌を重ねるよりもずっと近い距離。ほら、
息吹や鼓動が聞こえてこない。みーちゃん、それって、はう、ちゃんとお化粧して、けいちゃん好みのストレートロングのかつらかぶせて、けいちゃんの理想そのままの美少女にコーディネートしてあげるよ。そしたらさ、私と一緒に街を歩こうよ。きっと男たちの視線を独り占め、それはきっととても気持ちのいいことだよ。これである一部分を除けば本物の女の子なのにな。今日は最高に楽しかったわ。覚えてろ、ミヨン。今日の屈辱はきっと10倍にして返す。絶対に俺が圧勝して、これ以上にすごい服着せてお持ち帰りしてやる。おじさんに勝てたらね。その機会を楽しみにしてるわ。ミヨンから解放された今、俺は1分1秒でも早く家に逃げ帰る必要がある。そうだね。レナはミーちゃんみたいに上手じゃないから、誰かとすれ違ってもフォローしてあげられないからね。じゃあね、ケイチ君。また明日ね。おう、また明日な。おお、圭一、帰ったか。お父さんはこれから散歩。父さん、これは、ほら、いつも話してる部活の罰ゲームなんだよ。今日はたまたま俺が負けちゃって。圭一、父さんとアトリエでちょっとお話しような。もちろん母さんには内緒でだ。やだよ、父さん、話してよ。俺、今から見たいテレビが。ケイチ、いる？あら、お風呂だったのね。それ化粧水よ。それより何？ごめんね、母さん、ちょっと頭が痛くてお夕飯作れそうにないの。だから申し訳ないんだけど、お父さんと一緒に表に食べに行ってくれる？それはいいけど、母さんは晩飯はどうするの？母さん一人なら適当になんとかするから。行ってらっしゃい。ケイチ、車で行くから早くしなさい。
お待たせ。で、どこに食べに行くの？お父さんな、この間いいお店見つけたんだよ。そこ行こうか。父さんの言ういい店ってここ？圭一は入ったことないだろう。圭一もどうやらこの店の凄みに気づいたようだな。どういうこと？この店に来るためにこんなに遠方から人が来るってこと？味だけで言えば普通のファミレスに見える。味なんかはどうでもいいんだ圭一なあ。いいだろう。すみません、セットのデザートがまだ来ないんですけど。申し訳ございません。日替わり A セットのデザートです。さっきからずっと待ってるんですけどね。すみません、すぐにお持ちしますので。父さん、ひょっとしてこの店って？いいだろう。ここのウェイトレスさんの制服。何をするんだ圭一。父さんにも殴られたことないのに。俺は息子だ。いいか圭一、父さんは決してフラチなつもりで来ているんじゃないんだぞ。あのグッドでキュートでエキセントリックな衣装から受けるインプレッションを、芸術的インスピレーションをお前に感じさせてやりたかったんだよ。お前だってこういう刺激を求めていたはずだ。そうだろう。でも一人じゃ恥ずかしい。わかってる。父さんが無理やり連れてきたんだ。父さんのせいにしていいんだぞ。父さんが泥をかぶったとしても、K
圭一にはこの気持ちを分かってほしかったんだ。ああ。トイレ行ってくる。大変お待たせして申し訳ありませんでした。ミヨンだよな。え？お前、なんでこんなとこで働いてるんだよ。え、おじさんのお店の手伝い。おお、それはご苦労さんなことで。しかし、こうして見ると、結構そういう服も似合ってるじゃねえの。恥ずかしいんだからその、あまり見ないでよ。ミヨンって、結構胸があるから、今にも見えちゃいそうだよな。お客さんみんな見てるぞ、きっと。そんなこと言わないでよ。恥ずかしがったふりしてもダメだからな。ミオンはそういう恥ずかしい衣装で男の目を引いて楽しんでんだろ。じゃなきゃそんな格好できないもんな。私だってその好きでこんなしてるわけじゃ。
こんな恥ずかしい格好してお母さんは悲しんでるぞ。その見えそうで見えないのが最高だよな。もっと近寄よれ。堪忍して。お客様への奉仕の心がまだまだでおじゃるぞよ。どうかお許しを。あう、お持ち帰り。それは嫌。うん、これくらいで今日は許してやろう。はう。しかし知らなかったな。天下御免のミオンがウェイトレスは苦手なんてな。あの、違う。でも意外な一面だよな。昼間のミオンに見せてやりたいよ。っていうか、レナたちにも見せてやりたいな。レナなんかきっと狂乱して喜ぶぞ。あいつこの店で働きたいとか言い出すんじゃないかな。違うんです。俺もミオンにこんな可愛い服装が似合うなんて夢にも思わなかったぜ。だから違うんです。違うって何がだよ。私ミオンじゃないんです。ミオンじゃないって、じゃあお前は誰だよ。園崎ミオンだろ。あの、ごめんなさい、言いそびれちゃってたんですけど、私園崎シオンなんです。姉がミオンなんですよ。シオン？園崎シオン？はい、よくお姉に間違われるんです。でも俺に会った時、初対面とは思えない反応を示したよな。それはいつもお姉が話してる人だから知ってたわけで。そっか。だったら、その、悪かったな。いえ、分かってくれればいいんです。お姉も敵の多い人ですから。シオンはこういう仕事、初めてなのか？慣れてなさそうだったからさ。実は今日がケイちゃんが初めてのお客さんなの。おじさんの店でバイトしてるってのは前に聞いてたからさ、もっと手慣れてるものだと思ってたぜ。あ、お店持ってる親類って他にもいるの。だからこのお店のおじさんの手伝いをするのは初めてで。ミオンはこの店手伝いに来ないのか？あ、お姉ってほらこういう可愛いの苦手なんで。
そうだな。ミヨンってかっこいい系の方が似合うやつだもんな。だからこの店の手伝いはシオンちゃんが来て正解だったと思うぜ。その制服、ミヨンなんかには絶対に似合わないと思うけど、シオンちゃんにはよく似合ってると思うしさ。え、それって、あの…どういう意味なのかな。野崎さん、R 入っちゃっていいですよ。あ、は、はい。じゃ、その、私はこれで、噂のケイちゃんと話せて楽しかったです。ミヨンと勘違いしていじめて悪かったな。ミヨンには、改めて復讐すると伝えておいてくれ。メイドの格好をさせられて表を歩かせられたんですよね。そうだ、たっぷり書かされた恥はきっとお返しすると伝えておいてくれ。で、それより私、今日いじめられたことお姉にチクりますから、お姉に部活で仇を取られちゃってくださいね。上等だぜ、返り討ちにしてやら。ケイチ、そろそろいいか？帰ろう。さっきの新米ウェイトレスさんはケイチの知り合いか？なんだ、物陰から見てたのかよ。学校の子かい？ひなみざわの？うん、俺の友達のミヨンってやつの妹なんだよ。学校はひなみざわじゃなくて町野に通ってるみたいだね。学校じゃ会ったことないから。ひなみざわの子ってみんな圭一と同じ学校に通ってるわけじゃないのか。半分くらいらしいよ。半分の生徒は町の学校まではるばる自転車で登校してるんだってさ。